先輩、お風呂一緒に入りましょう。これやりましょう。やだ。なんで？またあれですか？知らないおじさんと同じお湯に浸かりたくないとかいうやつ。僕は知らないおじさんじゃないでしょ。いや、狭いじゃん。あの浴槽に二人は絶対無理。まあ、そっか。あ、ほら、こうやって抱っこして、やっぱなんでもないです。はあ、先輩、先輩、ちょっと来てください。緊急事態です。何？ちょっとだけやりましょうよ。ちょ、濡れる、一人じゃつまんないんで。え、何ですか？なんでタオル？家のお風呂でもタオル巻く人なんですか？俺のコンテンツは健全なポリシーを遵守するので。ああ、健全なんですね。健全です。うっかりあれしないようにしないとですね。あれって何？え、逸脱したり発展したり。もうこの話やめよう。はい、先輩にも貸してあげますね。ロシアンゲームか。いや、それたっぷり水入ってるから 100% 出ちゃうんで。平和に楽しみましょう。何これ、しょぼい。下手とかの問題じゃないけど。やりましたね。先輩のコンテンツがどうなってもいいんですか？やめてください、すみませんでした。ずるいだろ、それ。黒井さん。何？ジムいつになったら行くんです？僕ずっと待ってるんですけど。ああ、俺パス。黒井さんが繁忙期過ぎてからにしようって言ったんですよ。これ買った。え、あ、フィットボクシング2。お前もこれ買えば家で運動できるぞ。そんなにいいんですか？俺には合ってるかな。殴るの気持ちいいし。言い方物騒。パンチですよね、パンチ。黒井さん、ついに。ま、気をつけろよ。ちょっと待ってくださいよ。何ですか、家で運動とか。僕だって黒井さんのジムデビュー待ってたのに。ゲームでボクササイズができるんですよ。え、黒井さんがお家でこれをやってるってことですか？うん。ちょっとその様子、今度動画で撮らせてもらっていいですか？そんなもん撮るなよ。すごいぜーぜー言ってそう。お前もやったらぜーぜー言うぞ。対決するか？ぜーぜー助かります。撮ってどうするんですか？僕のあれですよ、トレーニング用に。トレーニング大事ですもんね。今度黒井さんの家でみんなでやりましょうよ。いいね。よかったら僕も買おうかな。僕もスイッチ買おうかな。買っちゃいましょう。でも僕種類とか全然わかんないんだけど。黒井さんが教えてくれますよね。え、教えてくれますか？こんなもん適当にセットで買えば同じだろ。黒井さんとフレンドになれば、黒井さんがゲームを始めた時にお知らせが来たりしますよ。何それ、監視できるってこと？いやいや、そういう機能じゃないです、ゆきさん。監視するな。なんかよくわかんないけど僕買います。はーい。ついでに先輩も買います。ミヤ君の貸してもらうからいらない。対戦とかしたいのに。非公開にしとこう。俺の可愛い寝顔、盗撮するのやめて。は？え？すみません、撮ってません。可愛いパンケーキの寝顔、盗撮してどうするつもり？なんですか、パンケーキの寝顔って。先輩の寝顔は撮ってませんからね。それより見てください。上手に焼けました。ね、ね、お店みたい。これは千秋さん超えかも。食べていいの？先輩のは今から焼くんで、熱々のをあげますからね。別にこれでいいけど。いいから、僕のプロ並みの腕前を目に焼き付けてください。プロ？何の絵がいいですか？ハート。え、
は、ダメなの？ダメじゃないですけど、なんでそんな意味深なマークにするんですか？意味深だと思ったんだ。焼きまーす。はぁ、なんで？さっきと同じにしたのに。ひどくない？わざとじゃないです。じゃあ俺はこっちをいただきます。いや、クマニーホットケーキは僕のなんで。ああ、これクマニーだった。先輩専用パンケーキはこっちですから。ほら、アートですよ。これちゃんと中焼けてる？や、焼けてますよ。ほら見て、食べて。はい、あーん、うん、ね、おいしい。うん、おいしい。嬉しいです。また作りますね。うん、こんなのに喜んでくれてるって。意味なんかないって。意味なんかない。勝手に僕、意味なんかないんだ。ごめんなさい。ごめんね。